いやー、こういう雑誌は貴重だよね。韓国の情報がね、入ってくるから。あ、ついつい夢中になって見てしまいました。 K エンタメラボ、古山紗友希の韓流研究所所長の古山紗友希です。まあこういうね、雑誌本当にありがたいですよね。韓国のエンタメ情報見て楽しみながら入手できるという意味では、韓国のテレビ番組をね、ここ日本でケーブルテレビとか衛星放送とか、まあ、配信等も含めてですね、いち早くこう入手できるこの素晴らしい環境って、いやー、いいと思いませんか。そんなね、韓国のテレビ番組にちょっと今日は研究スポットを当てていこうかなと思っております。まあ、その中でもね、ここ日本で25年も前からですね、いち早くその韓国のテレビ番組を日本の視聴者にいち早く伝えてきた放送局 KNTV がございます。ご存知でした？はいはいはい。ということで今日はですね、そんな KNTV の魅力を解剖しながら、一体どんな番組が放送されているのか、そんな番組のコンテンツの中身に触れながらですね、韓国のテレビ番組の魅力ちょっとチェックしていこうかなと思っております。今日は有能な外部研究員が来てくれるという話なんですけど、ちょっとね、喋りが多いっていう話なんですね。それだけが心配なんですけど、早速ちょっと会いに行きましょうか。スーパージュニアのアイドル VS アイドル、元祖バラドルみたいなね。泣けるときめくあなたがハマる韓流ナンバーワン KNTV。 専門の人は嫌ですね。それでは本日の研究員をご紹介いたします。こちらです。よろしくお願いします。 KNTV アナウンサーの宮本優香と申します。はい、古谷さん、何ですか？お久しぶりですね。お久しぶりですね。いや、なんかまさかね、はい、KNTV で宮本さんが出てくるとは正直思ってなかったんですよ。びっくりしました。というのも我々は KNTV でもう25年なんでしょ。もうそうなんですよ。 KNTV 今年の11月1日で25周年になるんです、うん、なるんですよね。はい、でその25周年の歴史の中で、うん、数年間はそうです、一緒に番組やってましたからね、 KNTV で。10年後にこうなるとはね。10年も経ってませんよ。10年ちょっとじゃないですか。でも古谷さんも変わりない。本当に私もちょっとこのプレートも色つけていただきたいぐらい。色つけてっていっぱい喋りますよ。大丈夫かな。今日ちゃんと仕事しに来たんですよね。そうですね、一応ね。 どういう立場なんですか、はい、KNTV は。私は今日 KNTV の宣伝マンとしてやってまいりました。そうなんだ、はい、でも KNTV といえば、はい、やっぱりそこ日本においては韓国 の、 その情報だったり、そのニュースだったりも含めて、はい、映像文化をまさにこう日本で築いてきた、そうです、パイオニアと言えるんじゃないですか。さすが、いいこと言う。ちょっとふざけないでいいですか。だって確かじゃないですか。そうですね、もう本当先駆け、四半世紀。そうだ、25年ですもんね。四半世紀ってすごいね。四半世紀で、実はその KNTV ってどんな放送局なのかっていうところで、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、はい、今日は宣伝マンですから、はい、宣伝ウーマンですから、ぜひちょっと改めてご紹介いただけますか。そうですね、はい、はい、K-POP、はい、ドラマ、うん、バラエティ、そしてニュースまで、うん、もう幅広いジャンルをいろいろ取り揃えてます。うん、24時間、365日、はい、絶対この中にあなたがハマるものが絶対あるはずです。噛んじゃった、ちょっと。こだわりは、日本初放送、泣ける、ときめく、はいはい、あなたがハマる、はい、韓流ナンバーワン、はい、KNTV でございます。さすが。目線がちゃんとカメラ目線。いやらしいでしょ。いや、そう。今日ちょっといつもと色、私所長なんですけど、そうですね、さん、はい、好きな番組もありますよね。あります、あります。でその中で今日はまあいくつかね、はい、一押しの番組をやっぱりジャンル別に聞いていこうかなと思いますけど、はい、まずはドラマなんですが、はい、ドラマは KNTV 初放送多いでしょう。もうこだわりは日本初放送ですよね。多いんですけど、やっぱり視聴率のいい、うん、みんなが見たいというような番組を揃えてまして、うん、はいはい、一押しはこちらです。あ、来た、これペントハウスだ。はい、はい、古谷さんも大好き。僕はね、ペントハウス1見ましたけど、はいはい、2までも放送されてますよね。そうなんですけども、KNTV で1から3まで放送するんです。へー、
なんですよ。でもこれもともと韓国で SBS ですよね、地上波ね、はい、地上波で放送されるドラマで、はい、3まであるドラマって聞いたことないけど、すごいことなんですよね。だってこのね、はい、ペントハウスって、はい、まさにそのタワマンでね繰り広げられる、うん、もうなんだこうお互いの罵り合いというか、もう嫉妬の試合というか、腹の中全部見せながらもニコニコニコってするあの感じで、友人がなんかいい人のイメージがあるじゃないですか、あんな人ってショック受けましたよね。でもこれで SES の友人っていうね、もともとアイドル出身ですけれども、やっぱり役者としての友人さんとしてのね地位がぐっとまた上がったじゃないですか。そう、私あの友人さんの好きなところが口の形がハートになるんですよ。歯並びが綺麗でそこが可愛いなと思って見てたら、まあ悪い、あの私思うにあんなにドロドロしたら誰かあのこのペントハウスから引っ越すんじゃないかと思うんですけど、引っ越していいぐらいだよね。引っ越していいぐらいなのに、ここで繰り広げられる怒涛の愛憎劇ですね、はいはいはい、古谷さんどこが好きでしたか。いや、どこが好きっていうか、カンナムにね、はい、行くじゃないですか、はい、もうタワーマンション見るたび、このタワーマンにもいるのかな、タワーマンにもいるのかなって、この人たちが、ね、だから、ねまあ、特にカンナムってお金関わったりとか、はい、その息子の教育の問題とか、やっぱりもうドロドロしなきゃいけないようなこう素材がもうゴロゴロ転がってるじゃないですか。そうですよね。これをうまくマウント劇にしてしまった韓国ドラマのその凄さ、はい、脚本家キム・スノクさん、うん、まあ、ね、面白いですよね。でしかもそれがシーズン3まで、ね、そうなんですよ。どうなるんですかね。いや、どうなるんだろう本当に、ね。あ、でもすごい、じゃあ1、2、3すべて放送、全部 KLTV で見られます。で1見逃したって方は8月からまたありますので、うん、あ、放送が再びあると、はい、アンコール放送ありますのでぜひご覧いただきたいです、はい。まあ、これがドラマの一押し、はい、納得のなですね、はいはい。じゃあ次は、はい、バラエティー。バラエティー完全オリジナル番組で、はい、スーパージュニアのアイドル VS アイドル、ほう、スーパージュニアのイトゥクとイエソンが MC のアイドルたちを迎えて、うん、知力、体力、魅力、団結力を競って戦ってもらうという番組なんですけども、うん、へー、 KMTV オリジナルで作ってんの？すごいでしょ。いや、それはすごいすごいへー、そうなんですよ。もう今まで出演してくれたアイドルたちが、うん、モンスター X、ペンタゴン、エビシックス、オーエンオフ、スーパージュニア、他のメンバーたちも一緒に来た回もありましたし、はいはいはい、ゴールデンチャイルドとか、うん、あとモモランド、CIX、クラビティとかね、あと NCT ドリーム、へー、オーマイガール。6月の後半はシークレットナンバーとウィークリーが出演します。あらら、話題の子たちばかりじゃないですか。そうなんですよ、うん、やっぱりスーパージュニアってね、はい、アイドルなんだけど、はい、アイドルの中で も、うん、もう元祖バラドルみたいなね。そうですよ、本当にうまいですよね。うますぎる、ね、引き出すのもうまいし、うん、コメント力もある し、それぞれが立ってますもんね、うん、まあ、そういう人々の手にかかったら、うん、新人アイドルの子たちもそうなんですよ、新しい魅力をね、見せてくれるだろうし、そうそう、夢中にやってるうちにこう素が出て、うん、あ、なんか彼らの素が可愛いなっていうのがあったりとかって、若い子から上まで楽しめる番組です、はいはいはい、なるほど、幅広い世代に、はい、幅広く楽しんでいただけると、楽しんでいただける番組になってます。へえ、いや、 KNTV すごいですね。頑張ってます。頑張ってますね、はい。じゃあ最後は音楽。音楽、はい、こちらちょっと、ちょっとこれさ、はい、覆面買おうって、はい、確か日本でアマゾンでね、もう言っちゃいます、ごめんなさいねアマゾンプライムで日本版が放送されることになったでしょ。そうなんですよ、大泉洋さん司会で。さすが、いや、びっくりした、ニュース早い、あ、びっくりした。でもこの番組見てて、うん、絶対にこれ日本でやったらいいのにと思いませんでした。思った思った、ずっと思ってたね、うん、思いましたよね、うん、で、これ俳優とかアイドルだけじゃなくって、うん、スポーツ選手も出るじゃないですか、うん、で日本の、ね、スポーツ選手でも歌が上手い人たくさんいるから出てほしいなと思ってたら、古谷さんに言われちゃいました、ごめんなさい、すいませんでした。だからこの番組のすごいところは、はい、オールジャンルで、はい、もうとにかく本気で歌が上手い人が出る。そうです、本当に純粋に歌が上手い人が出て、 その仮面を剥いだ瞬間で、うん、この人だったのっていう驚きを毎回提供してくれるっていうところ、ね、そうですよね。容姿でこう
見るんじゃなくて本当に 歌だけで、ね、勝負だから、うん、あこの人の歌声こんなだったんだっていう新たな発見がありますよね、うん、これあのすでに50カ国にこの番組のフォーマットってあもう50カ国なのそうなんですって、ね、ついに日本もだけどその前にやっぱり本国のオリジナルを見ておかないと、うんはい、そうです、はい、ついていけませんからそうですそうです、この覆面歌王はおなじみの番組だと思いますが、はい、オリジナルをぜひ KNTV で見ていただきたいと、はい、いうことでございます、はい、いやなるほどねすべていい番組ばかりが揃ってますでしょ揃ってますね、はい、まだ足りないんですけど、ね、時間がねごめんなさい次回にあのまた来ますので、はい、次回のお約束が入りましたけど大丈夫でしょうか、はい、さあ続きましてですね、はい、ここからは、はい、私古谷の目線で KNTV をチェックしていこうという、はい、古谷ズスモールアイなんですか勝手に言うんですかねスモールは絶対一緒にいたかったんですよ本当に古谷さん変わってないやおかわりないな目の大きさがって言っちゃってごめんなさい、こんなにうるさいゲスト初めてですね家さん助けてください本当にさあということで、KNTV さんの番組表タイムテーブルを見ながらあこんな番組あったんだっていうことをチェックしていこうと、はいいうことで今ねちょうどこのタイムテーブルが6月のあるんですよ、はい、やってますねいろいろたくさんありますよ、僕ねやっぱりあのバラエティ最近その韓国のバラエティを見てる若い人がすごく増えてる、はい、そうですね、うん、バラエティから入る人も多いですもんね多い多い、うん、やっぱりラジオスター見てる人多いよねはいラジオスターがまたね、うん、人気ですよねこういうトーク番組って日本でありそうでないんだよね、うん、そうあそこまでこう毒舌にね、うん、耐えられるのもなかなかね、うんないですからねあとなんかあの時折入るなんかあのプシューとかあの CG がねそうそう韓国っぽい韓国っぽいあの使い方が面白いそうですねでもあのトークの技術がすごいのが、うん、だってどんなに喋らないゲストが来てもあの MC 陣でねじ伏せられて僕ね見ててこれ何時間収録してんだろうと思ってねあれどうなんでしょうねあれすごい長い時間回してると思うよそうそうそう面白いと思うラジオスター嬉しいあと、はい、あシングル男のハッピーライフこれナホンジャサンダでしょはい、はい、なんかありますなんかあるって僕出たことあるんですよこれそうなんですか、うん、すごくないですかスターじゃないですかこれに出るってだまあ僕が主人公じゃないけど、ね、あの俳優の石本さんがレギュラーで出てた時に、はい石本さんが日本で初めてファンミーティングをやりにいらっしゃっててでその時に、打ち合わせが始まった途端、うん、なぜかカメラが入ってたんですよ気づいたらあの2週にわたって放送されてました何の了承もありませんあそんなもんなんですか何の了承もないです、はい、ただあのその後入国する時に韓国に入ったの空港で入国管理官の方にあナホンジャさんって出てましたねって言われましただそれだけ国民的番組なんですよすごいです国民的な番組ですねああいろいろやった火の鳥もやってるし懐かしいですよねあれちょっと待って火の鳥2020と火の鳥があるけど、はい、そうなんですよ2020をやるので、うん、じゃあ昔のも見てみようかっていうことで編成してみましたなるほどあの火の鳥ねよかったですよねいやよかったエリックでしょエリックとイウンジュとあああれ CD 買いましたよあのサントラわかるわかる、ね、ちょっとあの黒っぽいジャケットそう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 懐かしいこういう時代の話題はいくらでも出てくるから本当出てきますね出てきます ねそっかそっかドラマがねこういう形で放映されるっていうのも面白いねそうなんですよランニングマンもやってるし、はい話題のバラエティも豊富ですしオリジナルプログラムもいっぱいあるしそうなんいいですねあ、はい、知ってるお兄さんあイスンギのチプサプイルチェもやってるチプサプイルチェもやってますよあの、人生の先輩の元を訪ねてそうそうそういろいろ指南していただくというこういうのもね面白い番組なんで ねそうですよね、うん、あの普段見られないこういう関係がね、うん、見られたりしてね、うん、まだ慣れない30歳っていうのはこれ、はい、なんかどういう気持ちなんですかねまだ慣れない30歳になったんだけども気持ちはまだこうピュアのままはい、10代の気持ちも忘れないでだけどもう僕30なんだなっていう時あったじゃないですか古谷さんもあそれちょっと待って説明だと思ったんですけどそれは宮本さんの30になった時の気持ちでしょうねそうじゃなくて僕はまだあの30になりきれてない30歳ぐらいの、はい、実際にちょうどミニョクが30歳なんですよねこの撮った時 CN ブルーのね、はい、あのミニョクさんが、はいちょうど30歳だったちょうど30歳で、もうキュンキュンが止まらないウェブドラマですあウェブドラマをね、はい、ギュッと凝縮して前後はい、これあのミニョキュンってしてます
今ミニオキュンって言葉が一部で流行ってるんですよ。一部で流行ってるKLTV じゃないですか。ツイッター見てみてください。ミニオキュンしてますみんな。今度会った時にじゃあミニオキュンってやってみたいと思います。はい、そうなんだ。でも随分バラエティの豊富に、そうですよ、ね、放送されてますね。ぜひ好きなドラマや好きなバラエティが絶対見つかるはずです、うん、はい、ということでございまして、フリアズスモール、はい、しっかりチェックさせていただきました。つぶらな目で、はい、粒な目でございます、はい、いやということでですね、はい、いろいろお話聞いて、もう終わりです。なんか締めに入ってますけどもうね、編集大変だなって思ってますよ。そうですよね、わかります。すいませんね、でも優しくないんです、私いっぱい喋りたくて。いや、そもうね、バッテリーなくなりますから。すいません。じゃあ次回のお約束取り付けていただいてから。わかりました、わかりました、はいはい、うんうんってうなずいてますからね。はい、わかりました。ということで KNTV、 今日はですね、はい、宮本研究員にお越しいただきましたけれども、はい、こちら KNTV の視聴方法はスカパー、J コム、光 TV、 その他ケーブル TV で、はい、ご覧いただけますので、ぜひいろんなルート使ってチェックしていただきたいと思います。はい、はい、そしてなんと宮本研究員から、はい、なんですか今日プレゼント、じゃじゃん、こちらですね。それは先ほどご紹介いただいたオリジナルプログラムの、はい、そうです、はい、スーパージュニアのアイドル VS アイドルのオリジナルマフラータオル、はい、オリジナルマフラータオル、はい、こちらを3名の方にプレゼントいたします。あら、これはもうやったー、レアです。レア、これ、はい、売ってるものじゃないんですか。あ、もうオリジナルです、完全なる。売ってない、はい、おろろろ、貴重じゃないですか。欲しいでしょ、欲しい、あげない。何なんですか。あげないって言われたら。でも視聴者の皆さんには、はい、3名の方にプレゼントいたしますので、ふるってご応募ください。はい、よろしく。それ僕のセリフです。僕のセリフです、お願いです。職業病ならば分かるんですけど。なんかね、こう招かれるゲストってなかなかないので、宛先とか大丈夫ですか。宛先僕が言いますから。ご希望の方はですね、この動画のコメント欄の方に、今日の感想をですね、入力の上ご応募いただきたいと思います。書き込んでいただくだけでエントリー終了となります。はい、抽選で当選者を決定いたします。はい、3名様、はい、3名様、エルフのみんなはこれ欲しいんじゃないですか。エルフ欲しいですよ、これは。ちゃんとエルプっていうところが偉いですね。はいはい、ちゃんと F はプですね。 F はプですね、はい、はい、私プルヤです。プルヤ、プルヤさん。F から始まるんです、ね、プルヤでございます。プルヤさんです。どうでしたか今日は。はい、なんか今日は収録って感じがしなくて。収録です。収録です、カメラ3台もある。あ、そうでしたっけ、はいはいはい、打ち合わせの延長みたいな感じですっごく楽しかったんですけど、時間がなんせ足りないので、はい、ぜひまた、はい、泣けるときめくあなたがハマる韓流ナンバーワンヘン TV、 ぜひよろしくお願いいたします。また宣伝に参りますので。専門の人は嫌ですね。なんかね、もともとアナウンサーですから嫌ですね。いや、古谷さんがいろいろ教えていただきました。MC の極意を。本当に。その説ありがとうございます。ちょっと失礼させてもらってよろしいですかね。そろそろ帰りたくなってきましたけど、はい、今日は KLTV から宮本研究員にお越しいただきました。はい、じゃあお帰りいただきたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。はい、ありがとうございます。いやー、CN ブルー日本デビュー10周年だよね、そういえば、うん、あ、今日はね、25周年を迎えるという KNTV さんご紹介しましたけど、今日はね、ちょっと所長疲れたよ。いやー、大変だったけれども、でもやっぱり KNTV 面白い番組多いですね。こういうやっぱり番組を通じて韓国の今を知るっていう意味では本当にありがたい存在だなと思いますし、25年もね、四半世紀も続けてきてくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいですよね、はい、また改めてね、他にもいろんなチャンネルありますんでご紹介できたらなと思っております。古谷雅之の韓流研究所、今日は KNTV ご紹介させていただきました。それではまた次回お会いしたいと思います。いやー、今日は疲れた。